回も始まってます。マテマ TV でーす。なんかオープニングがね、最初ちょっと BGM ちょっと長めだったんですけど、今日誰のせいよ覚えてくれよ。まあそうだね、今日はしょうがない。なんて言ったって今日全く台本なしだから。台本なし。第何回目だっけっていうやつ。ね、第22回目ですよ。22回目ですね。はい、22回目、はい、なので今日もマテマ TV ちょっとね、今日はゆるくお届けしてます。はい、よろしくお願いします。今日のちょっとしたオープニングネタなんですけど、はい、自分は5年ぐらい前からよく沖縄でもよくあると思うんですけど、誰に似てる的な。あ、誰に似てる、はい、結構言われる。佐久間ちゃん言われますよ。俺も結構言われて、で5年前から統計取り始めたわけ、はい、でちなみに昔は俳優とか、はい、なんかジャニーズ系が例えられてたけど、はい、だんだんと芸人寄りになってきて。芸人寄り。おう、え、誰、石村さん芸人似てる人誰だろう。まあまあ、いろいろあるんだけど、はい、統計取り始めたら結構多いなと思って、はい、で坂本ちゃんちなみに誰に似てるってよく言われる。海の声よの桐谷健太さん。へー、あ、それ右じゃない方ね、 AU の順の方ね。誰だったかな、俺携帯でメモってるけどね、今出てこねえ。誰だったかな、まあいいや、まあ、そんな感じで今日もお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではこの番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社エネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに加えるブランドプロデュースのまたはクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。はい、お送りいたします。はい、カンペなしで言えた今日。そうだね、ライスもカンペあるからはい、でもって今日はまたば TV 始まっておりますが、はい、今日も目の前にはですね、ダンディズムなゲストが来ております。お、ダンディズムのね、じゃあゲストさんお声をちょっといただきたいと思います。はい、ではご紹介、自己紹介をよろしくお願いします。女子高生は嫌いなんだよあれ、これ映像映ってる。これ映像あります。映ってますよ。中尾明ですけど。中尾さん、あ、中尾明ですけど。できれば最初に伝えてほしかった。映像映っちゃうんですね。はい。あ、じゃあもう中尾明じゃいけないですね、今日は。あ、残念。でも超似てた。超似てた。今日は来てくれたのは元吉本お笑い芸人でいらっしゃいます。ハイサイ、トーマさんに。でもらいました。はい、どうもです、よろしくお願いします。どうも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 、どうも、トーマさんからですね、はい、トーマさんから出してよと、うん、出してよとずっとね言ってた、言ってて、うん、まあ、たまたまタイミング合わなかったんですよね。タイミング合わなかったし、この番組やる前から出してってずっと言ってたの、ね、話が来る前から、はい、石部さんにこの話が来る前から出してって言ったんだけど、はい、なかなかタイミング合わずに。そうなんですよ、22回ってだいぶ後いやいや、じゃあ温めてたんですよ。温めてたね。そうなんですよ、うん、まあ、温めてたうちにもう僕も芸人も辞めまして、はい、ね、あ、そうなんですね、まあ、完全に辞めたってことになってますけど、うんうん、まあでもお笑いは好きなんでね、いつでも舞台があったら急に立ってる可能性もありますけど。おお、そう、まあ、今日はその辺のお話を聞かせていただければと思います。そうですね、はい、もう今日は確か4時間スペシャルでしたっけ長っ、3時間の、あ、今日3時間、はい、あ、3時間でもなくない、30分だから今日3時間、はい、あ、じゃあ放送は30分で、そのままYouTube の方では3時間続編を、はい、ぶっ続けでスタジオ押さえてると、はい、やりましたねよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、適当、皆さんご安心ください。今日も30分今日ね、30分ずっと嘘つくからもう最初に言っとくから、今日は何ですか、ハイサイトーマの嘘つきトークショー。そうそう、フィクション番組どんなんやねん、フィクション何今のいやー、今日本当に台本なしで、はい、しかも打ち合わせなしで、はい、収録させてもらってるんですけど、はい、何を話せばいいかが分からなくなってきて、パーソナリティパーソナリティ15分前に来てくださいねって言って、なんか打ち合わせあるんだろうなと思ったら、そのまま座ってるだけじゃないですかおそらく僕がよく遅れてくるから早めに来てねって多分石村さん言ったと思うんですよ。今日ぴったりしたね、いや、それは呼んでろよ。僕そのまま休憩なしに車から降りてそのままスタジオ入って、はい、スタートっていうこの10秒ぐらいで始まるんで、そうっすね、いつも僕の番組はね、別のところでやってるんですけど、はい、あれやばいっすよね本当にギリギリですよね。めっちゃ面白いっすね、うん、うちの娘はずっと歌うだけなんですけどね、そうそう、まあ
他局さんでも何年ぐらいやってるんですか。あれも7年8年、吉本の学生の時から、前吉の1期生の時からやってるので、うん、はいはいはい、だいぶ長いですよ。トモさん、なんでそもそも吉本に入ろうと思ったんですか。なんすか、きっかけ的な。そうそう、きっかけ。あ、これなんかグラグラして、僕の体重のせいでこの画面が揺れるんですね。画面が揺れるの。ちょっとした余震ではないってことですね。はい、そう、僕は一回東京に住んでたんですけど、はいはい、でその時に結構渋谷でモデルやらないかっていうスカウトが多かったんですよ。はい、で今日ね、フィクションパンクですよね。モデルやらないかって結構ね、あのスクランブル交差点とかで、スクランブル交差点で言われるの？結構もうごちゃごちゃになって。まあ、沖縄の人が言ったらあれスクランブルっていうかチャンプル交差点だろうって思いながらやってたら急に声かけられて、ユー打ち来ないかみたいな、ユーって言ったらもしかしてあっちと思って、でも僕そんな感じじゃないですよ、こんな濃いですよって、いやうちにはそういう濃い人がいないからみたいな話でやってたけど、いや僕はねそういうところじゃないんですよ、僕がやりたくて、やりたいのはね東京に来てお笑いがやりたいんだっていう話で、ユーって来たあのスカウトの人蹴っちゃったんです僕は。ユーのところ行ってればね、もしかするとね、もっとすごいユーになってたかもしれないです、ね、そう今頃ね、事務所任されるぐらいになってた可能性もあります。可能性はありますね、年齢的にね。もしかしたらジュノンボーイも夢じゃなかったかもしれない、ね、うん、もちろんですよ、うん、ジャニーズじゃない、あのジーンズが似合う、なんだろう、あの芸能人ランキングランキング1位になるぐらいすごい、あの頃はもうスタイルも良くて、はい、あの頃多分2メーターぐらいあったんじゃないですか、身長。いや、身長は縮んだり伸びたりそうしないでしょ。結構高くて、当時は、はいはい、15年ぐらい前、当時は初めて東京行った時なんか身長高くて、もうそのチャンプル交差点歩いてる時なんかもう一頭、二頭出てるんですよ。だから多分すぐそれ見て、向こうの角の方から、薬局の方から人が飛んできて大丈夫ですかみたいな。そっから始まってスカウトが始まったの。すごいでしょ。じゃあスカウトされたのは本当、うん、まあ本当って言えば本当だし、嘘と言えば嘘、うん、どっちって言ってもいい、聞いてる人がどっちが信じてもいい、嘘でもいいし、じゃあ分かった、じゃあ本当にスカウトされたっていう体でいきましょう、じゃあ今日、ああそう、はい、体でいく、体でのそう、もうそうでしょ、はい、うん、いや本当にスカウトされたから、スカウトされて、うん、いや本当はされてないから、はい、どっちやそうそう、いやでも本当にあそこのチャンプル交差点からまっすぐ行って、はい、でなんだろう、東京タワーレコードの方、うん、あ、じゃあタワーレコードの方、はい、でもまた声かけられたから、向こうはちょっと怪しいビデオのスカウト、怪しいビデオのスカウトありそうでしょ渋谷。 あれってガチであるんですか。聞きますけどね、そうそうそう、僕行ったことないんですよ。いやそういうスカウトもある、へえ、らしいよ。男優になりませんかってやつ。そう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 。あーでもトモさんなんか似合いそう、うん、だからもうタワーレコードの方だから普通ミュージシャンとかさ、はいはい、ああいうのなりませんかじゃなくて、そういう系だから、ああ、まあびっくりしたけどね。それ実は、それ実は、それはこれは実話と言ってもいいし、実話じゃないと言ってもいい。もう信じるか信じないかはもうあなた次第だ、視聴者次第だっていうね。本当に普通だったらタワーレコードの前は音楽のスカウトが多くて、はいはい、それこそそういうアダルトチックのものは道玄坂とかあの辺でスカウトしてよって思ったけど。思わない。道玄坂はそういったホテルとかいっぱいあったりとかするから、ちょっと怪しい人たちがキャッチしてたりするわけ。普通そういうとこでスカウトするじゃん、うん、なんでタワレコでよって思って、うん、これも嘘なんだけど、うん、だからそうそう、いや道玄坂の方にホテルがあるのは本当、はい、まあ、知ってる人は知ってる、うん、多分あの世界中の人は知ってる、はいはい、そう、危ない、ここに肘置いたら揺れるんですね画面が。電気流れますから、そうこっち電気流れるから、やばいやばい、もう何でも今日聞いてください、何でも僕答える自信あるんです。ちょっと中間曲挟むので、はい、の中間曲挟んだ後にいろいろと質問していきますんで、いいですよいいですよ、はい、じゃあ中間曲僕でいきます。はい、お願いします、はい、ですね、中間曲が、ド発展でロードチャング、待ってよ、水曜日今日も残業だ木曜日花
い、中間曲も開けました。石峰さん、はいはい、今の曲はド発電のなんていう曲でしたっけ。労働チャングですね。労働チャング、はい、僕結構好きで結構聴いてます。お聴きいただきました。はい、はい、そして今日ゲストさんに来てくれておりますのは元吉本お笑い芸人であります廃材トモさんに来てもらいました。はい、はい、よろしくお願いします。今日はほぼフィクションでお送りしております。そうです、もうフィクション、うん、ハイサイトーマって誰誰誰っていう感じで、はい、今日ずっとね、嘘しか言わないのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トモさん結構もう数年前は、うん、結構活動されてたじゃないですか。うん、してましたね。活動しかしてない。へー、もう、まあ、その辺ちょっと活動しすぎると貧乏なる現象がなんでかなっていう。え、何そう、マジっすか。あの活動を増やすとなんか収入が減るからあの貧乏なるっていう不思議な現象。え、その辺って結構突っ込んでいいんですか。まあそうですね、まあ、答えられる範囲 で、はいはい、どんどん突っ込んでくれたらどうせ今日嘘しか言わないんで。あれかちなみに、はい、あれだ、あの芸人さんって、まあ、いろんなとこ呼ばれると思うんですけど、はい、ぶっちゃけ単価ってどれくらいなんですか。呼ばれるところによります。例えば市町村からの司会のイベントだとか、はいはいはい、例えば結婚式だとか、はい、例えば年越しライブの司会とか、そういろいろあるんですけど、最初からギャラ指定してくるところもあるし、いくらぐらいで直接ここに連絡が来るんですけど、まあ、事務所に通すとあれっていうところもあるし、はい、そうそう、逆に言えばね、例えばこれだけでやってくださいで吉本通すと7倍ぐらいになる時もあるし。7倍、うん、7倍。今日は嘘しか言わないですけど、はい、7倍にはならないですよね。7倍、この金額って言われてね、7倍にはならないかもしれない。でもなるかもしれない。一番儲かるやつって、うん、どんなやつですか。ね、まあ、多分沖縄のこのタレントさんはみんなそうだと思うんですけど、多分結婚式の、あの、はい、披露宴の司会は、あ、みんなやってま す、ね、こうやって今こうやってパーソナリティしながらも、はいはい、やっぱ喋る練習みんなして、はい、それこそつながりで結婚式ぜひ、佐久間さんやって石名さんやってっていうところからやるっていうんですけど、まあまあまあ、うん、もらえると思います。僕はもう一回だけやったことあるんですけど、結構やっぱ一緒にね一度の司会なんで、うん、結構な言ってはいけない言葉とか、はい、あ、まあそうですね、NG とかよりも多分多いです。へ、うん、だけどそう、あの無償で僕はやりました。へ、うん、打ち合わせとかもあるし、はい、あの結構、スケジュール最初から決まってるんですよ、あの段取りが、はいはい、で打ち合わせとか最終でやったりするんですけど、結局みんな余興やったことあると思うけど、沖縄の余興ってねすごい盛り上がって勝手にサプライズ入れたり、うんうん、新郎新婦入れておめでとうとか、うん、いろんなことやるんですよ。そこが、はい、当日来るんですよみんな。え、まあまあまあそうですよね、打ち合わせなし、この司会の、段取りの中に入ってないのが、はい、すいませんここの余興なんですけどこういうことをするから、はい、またあのこういう風に振ってもらっていいですかとか、こう、なんだろう、こっちは初めてのやつだったんですけど、はいはい、この段取り頭の中で組んでるやつがどんどん崩れていくんですよ。で時間もどん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 尺も伸びていくし、会場も時間決まってるからある程度、はいはい、あのみんな出てもらうまでの時間なので、そういうのがあってオーバーするとやっぱお金もかかってくるじゃないですか。そうですね、なので、はい、そこで結構大変で、僕の時なんか余興が、まあ、余興少なかったんですけど、うん、6個ぐらいだったんですけど5個ぐらいなんかサプライズしたいってみんな言ってて、死に迷惑、こんなもんなのかなと思って一生懸命こなしたんですよ、はい、でそしたら結構裏で動いてるあのホテルのスタッフさんなんかも結構大変そうに動いてて、はい、で終わってもうどっと疲れてこの 2,3 時間で疲れてスタッフさんがお疲れ様でしたみたいに来て、はい、結構このサプライズとかイレギュラー多くないですか、こんなの毎回なんですかって言ったら、はい、僕もここで働いてそんなにサプライズ見たの結構あんまりないですね、レアですね、そのレアなやつ、いや普段は 1,2 件とか、はい、あの 1,2 件なんて最後らへんに本当に仲いい部活の友達がやるとか、うん、だけどもう最初から最後までほとんどのやつがサプライズしたのは自分も大変でしたとか、そのホテルのしょっちゅう結婚式してる人も、はいはい、今日はすごかったっていうぐらいめっちゃすごかったですねって僕逆にホテルの人褒められましたもん。おすごい、そんな当たりを聞いたんですね。もうだからそれ初めてだから、はい、それが当たり前と思って一生懸命やったけど、はい、もう一気に駆け足でもう、まあ、幸せになってくれたらいいなってい う、ただそれだけでしたね、やってる時は。真面目な時は真面目にね、はい、
う最後本当はぶちかぶち壊そうかなみたいな思ったけどいや真面目な話しすぎたから嘘つかないとと思って今ちょっとやったんですけどだけどいい思い出ですよ。いいと思います。はい、やっぱり結婚式は多いんですね。佐久間さん結婚しましたよね最近。はい、やるんですか。2018年の9月13日に結婚しました。急におめでとうございます。動画も上がってます。えい、意外に再生回数が伸びてきてるからね。結婚したよ結婚したよ俺俺俺や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 あ、そういうこと。はい、あ、なるほど。地味に再生回数が伸びてきてる。伸びてます。本当ですよ。今日11月の30日、はい、っていうことなんですけど、実は11月に僕籍入れました。え、そうなの。そうなんですか。はい、それはそれ何ガチな話ですか。今日フィクションでしょ。まあ嘘と捉えてもらってもいいし本当と捉えてもらってもいいし、でもまああなた次第ですから、はいはい、先週の土曜日に、はい、あ、まあ収録なんでね、はい、あ、まあ、そうそうそう、一応先週の土曜日に席入れましたんで、あ、皆さんありがとうございます、はい、おめでとうございます。これ聞いてる人だけね共有してくれたらいいかなって思いますんで。そうなんだ。はい、まあ石嶺さんにはずっと言ってた、はい、あの彼女ですよね、はい、婚活3年してやっとできた彼女ですよ。はい、なので、まあ、坂本さんだけ幸せになるのもあれなんで僕もね席入れました。おめでとうございます。なんならついでにあの家も買いましたからね。はい、これもガチなんですか。元吉本芸人家を買うってそうそうそう、そうですね、あそこで働いたらどん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 あのしなんていうの生活が厳しくなってくるんですけど、はい、あそこがちょっと離れるとね生活がすごい良くなってくるんですよね。そうなってくるとねもう家買っちゃいましたよね。すごい、すげえ。家買っちゃったなんていう嘘はね嘘なのか本当なのかっていう話ですけど、そこはね嘘にしときましょう。はい、はい、席は本当です。家は嘘です。家は嘘で行きましょう。なのでダブルで佐藤さんも結婚して、ね、おめでとうございます。おやりました僕も。え、もしかしてあのトーマさん縁を数えた担いだ日付でやってます。あ、ね、弦を担いだ、あ、なんかそういった、はい、あ、いや、そういう語呂合わせ的な日付ですか。どういう意味。あ、うん、そういうことではない。あ、ではない。うん、ただ忘れないような 日にしてます。あ、じゃあ覚えやすい日。覚えやすい、だから11月の覚えやすい日をちょっと想像してもらえば。なるほど。あの、これだけ言いますけど、いい夫婦の日だけではない、うん、これ30日放送なんで、はい、ね、11月12一応席を入れたんで、うん、もう入れ終わってます。うーん、なので本当におめでとうございます。いや、ありがとうございます。僕も平成最後の、うん、結構トーマさんといろいろお付き合いさせていただいて、うん、ま、仕事の方でも、そうですね、そうですね、ベッドの方でも、ベッドの方でも行ってない行ってない、もっと行ってない、ベッドの方行ってなかったですか。今からでしたっけ。いやいや今からもない。今からだな。いやだ、もう本当嬉しいです。そうですね、よかったですよ、はい、僕はねバツイチで例えば、はい、娘一人でね育ててるんで、はい、やっとね新しい奥さんと3人でちょっと幸せに暮らそうかなと。それで紙芝居作ろうかなって最終的に。紙芝居、ね、めでたしめでたしっていう僕のストーリーをね、はい、紙芝居にしてここの YouTube から販売しようかなと。トムさん、誰かさんみたいに記者会見やってもいいんじゃないですか。うん、記者会見いいですね。記者会見やってくださいよ。記者会見いいですよ。ですね。はい、ただね、まあ、うちの奥さんの方がね、こういったのあんまり好きじゃないです。はい、これあんまりそういうの。いや、もっとごめんね。一応謝ったこといつか見る可能性もあるから。ね、あ、絶対見ますよこれ。うん、絶対見ます。そうですね。視聴者数が世界中にいますからね。はい。もうブラジルの皆さんまでも。見てくれてますか。やばいですね、うん、いや一応とりあえずは良かったですね。急にこう体温が上がってきましたけど、うん、そうそうそうね、うん、その話になると思わなかった。そうなんですよ。実はトモさんが、うん、それ今まで芸人さんやってて、はい、で なんだろうなんかこれちょっとしくったなみたいなあります。これちょっとマジしくったなみたいな。ねー、まあ、これ沖縄の吉本での話ではないんですけど、はい、東京で、うんうん、ずっと二十歳ぐらいの時にやってた時に僕事務所辞める前の事務所入ってた時にそれ言えないですけど、そのフジテレビさんとよく仕事してたんですよ、はい、お台場の方 で、はい、でそこでもう、うちの事務所のマネージャーもついてこなくなって、もうトーマさん一人で行ってって言って、でトンネルズさんの番組あるんですけどね、はい、皆さんのおかげでしたっていうのを、はい、その当時もう17年8年前かな、はい、に出た時にその出川哲朗さん役で出たんですよ、はい、当時はまだ
めちゃめちゃ2メーターぐらいあってイケメンだったのに、なんで俺出川かなとか思いながら出川さんの役で、で出てたんですけど、はい、セリフとかももらって普通に出川さんの再現 VTR で僕が出川さん役なんです、はいはい、で言ってたんですけど、でセリフももらって、うん、バーって10分ぐらい の, あのトンネルさんの皆さんのおかげでした、はいはい、やるんですけど、その時にその1ヶ月とか2ヶ月先のスケジュールがバーって入ってるこのテレビの仕事とかの手帳をどっかに忘れちゃったんですよ。それをその集合した時に朝気づいて、はい、やばと、明日も明後日もなんかあったのに何がなんだか分からないってなった時に、もうその今のセリフが全部入ってこなくて、もうあの今から覚えてやるものが全部出てこなくなって、結局結構怖いプロデューサーさんいるんですよ、トンネルズ、はい、うんうん、で有名なあの人がもう奥の方のカメラ の, あのところから、あいつ誰だとかって言ってるのがこっちまで聞こえてくるのを聞くと、もうなおさらセリフがもう入ってこなくなって何回もミスって、もうあの時にいややばと思って、で後から手帳は戻ってきたんですけど、あの結局マネージャーが持ってきてくれてたんですけど、あのその時渡せばよかったのに、ずっと終わってから渡そうと思って待ってたんですよ、マネージャーさんが、マネージャーさん、はい、途中で手帳ありましたよって渡してくれたらほって安心して全てのセリフがパッて言えたはずなのに、これをなかったがために一日怒られて次の日呼ばれなかったっていう、はい、そう、もうあの時にもったいな、もうやばいと、あの時まだ20歳ですよ、うん、20歳で2メーターあって、2メーターあってチャンプル交差点、渋谷のチャンプル交差点でスカウトされた時、福山雅治風な、そうそうそうなんかいろいろ持っていってない一つずつそう、いやでもそれやばいですね本当に、でもこれがあれですよね、その人生をまあ左右したかもしれないですよね、そうそう、この忘れ物は、そこでもしかするとこなして、はい、で2日目は声だけ取るっていう、うん、やばいよやばいよとか言いながら出川の真似をして、僕が自分であの前の日は、はい、あの動きだけ撮って、うん、次の日はスタジオで、アテレコっていうかこの声を入れる作業だったんですよ、はいはいはい、だけどあまりにもダメすぎて、はい、次の日はあの出川さんのモノマネ芸人がそこに当てられて僕呼ばれなかったんです次の日、あやっぱそういう急に変更させられることもやっぱあるんですよ、ある、だからよっぽどダメだったんだなと思って、もうそれがもうショックで、もう全てのことに全力、そこからもうずっと、まあ、常に全力だったんですけど、うん、その、うん、なんだろう、怖かったその時は本当に、うん、それはちょっと本当にマジやっちゃったって感じですね、本当にやっちゃった、うん、だからオンエア見た時なんかもう僕の動きにリアルな出川さんが喋ってるみたいな感じになってましたね、あもうクオリティが高すぎて、クオリティが高いって芸人のもうだからそういうこともあった、はい、そう、それはもう、まあ、フジテレビさんと直接やってた時の話、はあ、あの時はギャラちょっと良かったですけどね、自分でギャラ申告して出したりしましたか、はい、うん、そんなトモさん今は何やってるんですか。今は結構ねエコアドバイザーみたいなことやってますけど、だけど結構でも、まあ、バラエティ好きだからね、はい、見てますよ、機会があれば舞台に立ってるかもしれないですけど、いろいろなんかね多方面でなんかそのビットコインで大成功したらしいとか、うん、なんか石油を掘り当てたとか温泉掘り当てて今は富豪になってるっていう話はいろいろ聞いてたんですけど、うんうん、それどれが当たってるんですか石油王か、はい、ビットコイン王か、あどっちかって言ったらこの間掘ったのは、はい、まあ、お客さんのところで不発弾出てきましたけど、ね工事が中止になったっていうのありましたけどそれはちょっとね、飛んだなんだろうマイナスですよ本当に僕なんかの工事がずれましたから、はい、その分、まあ、一応これ県外ではありえないですけど沖縄あるあるですからね、よくある建設現場で不発弾出て予定の工期から2ヶ月伸びたとか伸びるっていうね、うん、そうそう、でも今もうまだ出てくる、出てくる、出てくるか、もう、はい、ここ掘れワンワンだよ、うん、本当に内地ではあんまりないかもしれないけど、はい、もう本当に大変、まあでもなんだろう、まあ席も入れましたしね、はい、入れましたし、まあ、新規行ってもっと頑張らないとなっていうのはありますよ、はい、うん、だからトモさんそろそろラストを迎えてきてるんですけど、このまとま TV ではちょっと夢をね皆さんお伺いしてるんですけど、はいはい、夢をちょっとサクッと教えていただけますか。 夢はね、はい、やっぱりねエアレジを買うこと、エアレジを買うこと、これで締めますよ、本当に締めますよ、やっぱねなんかね事業はしたいですよ、はい、うん、事業してね、それこそやっぱお笑い好きだから、沖縄のねここのラジオ局にもオリジンさん、うん、FE さんとかみんな来てるけど、
沖縄で働いてる頑張ってる芸人さんたちがもっと、収入が上がるような、はい、もっと芸能活動ができるような、はい、せっかくいい人たちいっぱいいるのにみんな辞めていくんですよ、うん、ある程度の年齢来ると、はい、その人たちをどうにか守っていけるようなシステムを作れたらなって今動いてます、うんうん、例えば何でもいいですよ、うまいことコンサルすれば全部回ると思うんですね、うん、でその辺でなんかできたらなって、でその中でもなんだろうね、プロ野球行かないからって草野球しない人っていないでしょ、はい、うん、逆にテレビで売れてないからって別に芸人辞める必要ないと思ってて、うんうん、だって舞台立つの好き、お客さんが笑ってるの好きって僕は思うから、もしそこに場所があったら小さい箱でも全力で頑張る、うんうん、だからそういう風に僕は、まあ、後々舞台も立つでしょうし、はい、うん、その芸人さんみんながもっと底上げして沖縄の人たちって面白いんだよって世界中に発信できるような 手伝いができたらなって言う嘘ですけどね、はい、なんか真面目なのが喋ってたでしょ、もう時間ないで、時間ないか、はい、しょうがないで、また来ますよ、はい、はい、ありがとうございます、うん、はい、この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェクト、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュース、マトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。マトバ TV YouTube チャンネルもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、せーの、マットバイバーイ。